アメーリア、ヘルナンデス・デスは、メキシコのバレエ振付師であり、世界的に有名なバレエフォークロリコでメキシコの創始者である。ヘルナンデスは、軍艦で、政治家のランベルト・エルナンデスとその妻・アマルリア・ナバロの間に生まれた。彼女は、バイレ・ファルクロリコの開発のパイオニアであり、1952年、ハーナンデスは、わずか8人のダンサーで、 メキシコフォークローリックバレエを創設した。1959年までにアンサンブルは60人のパフォーマーに成長した。1959年、イリノイ州シカゴのパンアメリカンゲームズでメキシコを代表することを依頼されました。ナバロは生涯に60以上の振り付けを作った。1960年以来、ハーナンデズのバレッタフォークローリコジメキシコは、 メキシコシティのパレス・オブ・ファイン・アーツで日曜日の朝と水曜日の夜を中断することなく演奏した。また、メキシコシティにフォークローリック・バレー・スクールを設立した。彼女の弟、建築家アガスティン・ハーナンデス・ニバロは1968年に建物を設計した。ありがとうございます。